こんばんは、平井宏明です。結局インパクトだなと思いました。以上。この前も撮ったじゃん。そう、この前も撮ったよね。その動画見てて、あ、結局インパクトだなと思った。ヌンチャク動画でしょ。そうそうそう。そう。でもそのインパクトのための動画やってなかったなと思って。あ、そう。あれは違うんだ。あれは結局インパクトは大事だから、ここはどうでもいいよっていう動画じゃん。ここだけの動画やってなかったはい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 。の。だから、ヌンチャクで打ってもここは大事だったら当たるよ。それこの間やったね。やった。 平井宏明のワンナップゴルフ。俺が言いたいのは、バックスイング見てもらったでしょ？で、ナイスショット出る。ってことは、ここはもう終わってるわけじゃん。で、ナイスが出るってことは、ここはいいってことでしょ？いい。ってことはさ、ここを良くすれば、ナイスショットが出るんじゃん。ここを良くするスイングしてないじゃない。ここ気にしてるじゃん。してるしてるしてる。こうやって気にしてるじゃん。気にしてる。そう、当たんないよね。それだけ。そうか。ここが良かったら当たるんだって答えを出してるわけじゃん。でもやんないよね。あ、答えなのに？超不思議じゃない？不思議だね。不思議なんだよ。七不思議。本当だね。に入れて。本当に。そうだね。やんない。やんないよね。やんない。だって、インパクトでクラブがさ、こうなってたらナイスショットは出るわけじゃん。出る出る出る。こうなってた。こうしないよね。しない。なんで？わかんない。わかんないよね。わかんない。俺もわかんない。わかんないね。俺はそうやってナイスを打ってる人なのね。だから、こうやってやったらまっすぐ飛ぶのに、こうやってやらない意味がわかんない。本当だね。なんで？曲がるっつってんだよ。なんで？いや、いや、違う。俺、なんで？ 聞いてよ、毎日。なんで？レッスンの人に。聞いてよ、なんでか。毎日会ってんだから、聞いてよ。怒られる。アッパーさんには言わない。言わない？なんで？だから、まっすぐ飛ばない理由も分かってる。開いてるなり閉じてるなりって分かってるけど、なのに、ここでこういうクラブの戻すスピードと角度とにしないんだよね。なんで？本当に。なんでだろうね。それが自分の振りたいスピードと飛ばしたい距離とやりたいスイングがあるからじゃないのかなと俺は思う。で、ナイスボールは打ちたいと入ってないのかな、その中に。なんでと思って。すごい不思議なの。そうだよね、確かに。クラブの上げ方と下ろし方ばっかおろし気にし方、てる。そう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 。そういうのはあるじゃん。あるあナイる。スショットの打ち方って少なくない？そうだね。右側ばっか気にしてるよね。そう。ナイスショットの打ち方っていう動画ってあんまないと思わない？ ないね。ないよね。ここがね、ここの当たるところがさ、こうやってまっすぐ戻ってたらナイスショットは出るんだよっていう動画って少なくない？言わないね。ねえ、言わないの。当たり前だからじゃん。いや、ダメなんだよ。当たり前言わないからダメなんだよ。そうだね。あ、当たり前だからだね。当たり前だからか。当たり前だから。なんかね、すごいいろいろ考えたんだけど、難しいとか、なんかインパクトをね、こうやってちゃんとこうやって作る作業をしてくれっていう動画が少ないと思ったね、俺。インパクトするなとか、ここで力を抜けとか、打とうとするなとか、こう、流して打てとか、そういうのは見るわけよ。だけど、インパクトをこうやって作って打てっていう動画が少ないわけよ。俺はインパクトめちゃくちゃ作るのね。だからなんかさ、そういうのをさ、言ってることはわかんの。要は、インパクトを点じゃなくてゾーンにすれば上がんないってことでしょっていうのはわかる。だけど、そういうことじゃないんだよねっていう解釈をしてる人が多いわけよ。だから、こうやって打ったりとか、こんなんじゃそもそも当たんないよねっていうのはわかるでしょって話なのよ。でもやっちゃってるわけ。だから、ちょっ
超一流プロの配信動画でも、うん、それを見てうまく伝わってないっていうのもあるわけよ、うん、だからその伝える人のゴルフレベルが上手い下手じゃないんだなっても思ったし、それでもあれだね、どこに伝えてるかによるというか、その伝える段階、うん、例えば、うん、超一流がそういうアマチュアに向けては言ってないんじゃない、わかんないけど、アマチュアをねレッスンしてた、あ、それでってこと、うん、あ、それでもね、うん、でもそこをちゃんと見抜いてほしいのは、うん、そのアマチュアがこういう人だったってこと。だからガッチガチのパワーマン、うんうんうん、だから、うん、その要は脱力してがハマるよねっていう。まあそうだね。うんうんうん、だそういう、もともと非力な人がそんなことはできないわけじゃん。うん、あ、そうだね、むしろ振ってくれるんだろうみたいな、うんうん。だからそういう逆のスイングタイプだったら、うんうん、ハマらないってことも分かってもらいたい。そうだね、うんうん。だからなんかね、自分にとってはそれってすごい難しいことなんだよねって感じたら、逆のことなんだよね、多分。ほとんどが。から体回転してくれっていうのが難しいんだったら、うん、体回転しない方が簡単だったりするわけじゃん、うんうん、したらクラブの動きをメインにして体使わないでこうやって打った方が、うん、その人は絶対当たると思う、うん、そういう風に難しいと思ったら逆を行くようなことをやると、うん、動画の意味も出てくるだろうし、うん、自分の動画の見方っていうのも分かってくると思うんだよね、うん、だからインパクトっていうのは必ず迎えることじゃん、うん、そのインパクトが自分がどれぐらい飛ばそうとしてるインパクトなのかを要は第三者に伝えなきゃいけないぐらいのことをやってほしいわけよ、うん、例えば100ヤード打つ200ヤード打つって言ったら本当にあの人200ヤード打とうとしてるのって思われないようにしなきゃいけない、そういうインパクトを迎えてますかってことも大事だし、だしっかりと行動というか動きで分かってもらうように動かなきゃいけないよね、ちゃんとね、だからしっかりこうやって体重移動するんだったら、体重移動してるように分かるように、こうやって動いてあげたりとか、必ず動きと見た目と自分の考えてることが一致しなきゃいけない。うん、そういうのが、ゴルフのスイングっていうのはすごく大事だなと思ったのね。とにかくあのね、ほんとここがね、ここがちゃんとこうやって、うん、こうやって、こうやってなってたら当たんのよ。まっすぐ行くの。そうですね。うん。それやってみてよ。言わないね。言わないよね。言わない。伸びないからだよ。へえへえ。でもなんで伸びないからね、そうすると。うん。つまんないね。つまんなくない？つまんないよね。うん。したらさ、こういう打ち方して、こういうやり方やったら、こういう球が出るよって言ったら楽しいもんね。やってて。ああ。うん。俺も聞いてて楽しいもん、そっちも。そうだよね。うん。あんなブゴルフなんてクソくらいだと思ってそうなるよね、うん、だからね、そうだよね、うん、だからなんかあのこうやって絵を描いてさ、うん、打って、うん、自分の思い描いてる球が出たら、うん、そっちの方が楽しいよね、そうだね、あ、だからかな、うん、だからです、だからですでも、ね、本当のことだとか、うん、それを続けたら本当に上手くなるかどうかとか、うん、そういうのじゃないから、どれだけ視聴回数が増えるか、なるほど、で世の中の動画は作られてるから仕方ないです、今よりも10ヤード飛ばす方法知ってますよマジでやる？やんの？やっていいの？例えば、うん、これ52度、うん、52度で、これあの、イラーベージのあれあったわけね。ああ、そうだね。コブヤ。そうだね。これ95ぐらい。ほら、ロープまで行ったでしょ？ 130 ぐらい。うん。25ヤードぐらい伸びてるじゃん。うん、25ヤード飛んだ。うん。力入れたんだよね。1球目より2球目の方が力入れて振ったの。うん。だから飛んだの。おお。すごくない？すごい。やってる。じゃあドライバー飛ばしたい時とかも力入れて振ればいいの？脱力って何？だって飛ばしたいんでしょ？うん。
だって一郎のレーザービームとか脱力してる？してない。してないよね。してない。だって大谷くんとかさ、パッって言うじゃん、言ったの。あれってさ、脱力してない言わないよね。言わない。しかもあの WBC で投げてる時全部声出してたからね。でしょ？うん。あーって言うじゃん。あーって投げてさ。シャラポーもそうじゃん。あー、そうだね。うん。脱力してたら別に言わなくていいでしょ。そうだね。うん、そんなもんだと思うんだよね。うん。そうだね。うん。なんか全然飛ばすんだったら力入れた方がいいと思うんだよね、うん、ドラゴン選手なんかも、うん、こうは振ってないよね、うん、力入れてると思うんで、だから今簡単に25ワード飛距離アップしましたけども、まあ、そういう風に、ね、簡単に飛距離は飛ばせます、うん、イチローもバッティング練習するとき声出してるもんね、そうでしょ、出してるよね、うん、やっぱそれって力が入ってると思うのよ、そうだよね、そのインパクトの瞬間ね、うん、ギュッてこう体幹締めたりとか、うん、必ず力入れてるって、うんうん、だからもちろん必要以上の力入れてほしくはないけども、うん、純粋に速く振るための力はめちゃくちゃ入れてます、うん、そうすれば飛距離は伸びますんで、あとはまあクラブをぶらさないことですよね、うん、それが大事です、なんでインパクトでしっかりとインパクト、自分のインパクトでクラブをまっすぐ迎えられてスイングできればボールは曲がらない、ナイスショットが打てますんで、こういう動画伸びると思ったんでこういう動画を撮ってきました。そう、違うよね、違う違う、変わっちゃってる、変わっちゃってる、変わっちゃってる、途中から、途中から変わっちゃってるね、変わっちゃってる、変わってる、それは変わっちゃってる、残念だけど変わっちゃってる。伸びる動画の内容じゃなかったはずだな、最初は。インパクトはすごく大事なんですよ。けど当たり前だから言ってねえよって話です。そう。やっぱりインパクトだなと思いました、本当に。うんうん、あの前回のワンナップゴルフの動画を見て、うん、もう純粋にインパクトが大事なんだなと思いました。うん、なんでそれを本当に伝えたかったんですけど、伸ばす動画になりました。はい、なんで今の声出すのでさ、俺もう一個さ、思いついちゃったんだけどさ、うん、その当たるだろうっていう瞬間に声出すじゃん、出そうとしたら、うん、それが自分のインパクトのタイミングなわけでしょ、うん、でもさ、振り遅れてるとそれでやっぱちょっとずれるのかな、ずれる、あっ、あ、あの、あっ、パコッみたいな、あじゃなくなるっていうか、はってこう、うん、覇気を入れられなくなるんだよ、あーって伸びちゃう、あーって、あ、合ってないんだやっぱ、そうだから、あーって言うじゃん、なんかミスした時とか、なんかこう反応で言うんじゃなくて、うん、あーってこうなってするわけ。そうなんだ。なんかちょっとずれるって。ちょっとずれちゃう、やっぱり。ないみたいな。ここにないみたいな。当たると思った時にヘッドがないんだ。そう。で、なんで、逆に、当たる瞬間に最初から、こう、あっとか声を出そうと思うと、うん、そこに全部を合わせようとするっていう。じゃあ声出した方がいいじゃん。そう、だから声だったら合図を出そうとすると、うん、ここで体とか、うんうん、クラブとか、うん、頭のこのパチンっていうのが、タイミングが合いやすい。うん、要はタイミングね、うんうん。え、じゃあ声出した方が振り遅れなくなるのかな？どうなんだろうね。ずれて気持ち悪いもんね。うん、当たるときに、あって言おうとすると多分間に合わせようとすると思う。早く準備するんだ。うん、お、いいじゃん、このか。うん。だから、こう、こうやって。あそこで、そっか、叩く瞬間、うん、そうだよね。あとは、振り遅れに全部を合わせる可能性もある。うん、あ、まだだから、あって言わないみたいな。あ。でもそれ分かってるってことだね、どこで当たってるか。そう。そうだから、じゃあ戻せるっていうか、調整できるよね。そう。別に振り遅れてないですよ、ってるわけ。戻るまで待てるから。ああ、なるほどね。うん、だから、そういうのの、いいとこを多分、タイミングっていうのを掴もうとすると、うん、取れてきたりすると思う。うん、はあ。だから、何々を優先して、とかのが、その〇〇っていうのは体になってると無理だよってこと。そうだよね。うん、クラブがボールに当たる瞬間の話してんだもんね。そう。ってことはクラブだよね。そうだよね。うん。ほんとだ。だから、クラブなんだよね。だから、その、ボールに当たる瞬間のインパクトって言うんだけど、うん、そのインパクトっていうのが大事なんだよ。うん。そのインパクトの形を、まあ想像したりとかイメージして、こう、しっかりそこにタイミングを合わせるってことが、すっごい大事。先にそこ作っちゃおう。インパクト。それがね、インパクトゼロって。そうだね。うん。それやってください。そういう、まあインパクトが大事ですよっていう動画を、本当に純粋に撮りたかったんですよ。はい。なんでそれを今日やってきました。はい。
気に入ったかな。気に入っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録かよろしくお願いいたします。寒くなってきましたんで風邪ひかないように気をつけてください。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが絶対入らないでください。